遅刻は十時になりました。この番組は F.M. 小座セーフティーラジオ、あなたの生活に安心をです。この番組は F.M. 小座より防災防犯情報番組をお届けいたします。お相手は F.M. 小座あこと山内です。さあ、はい、朝大変なことが起きましたね。そうですね。はい、びっくりした。びっくりした。はい。北朝鮮。はい。 ミサイル。ミサイル。発射しましたね。あの国は大変ですね、本当に。ね。はい。どう思いますかアコさん。なんか、他に楽しいことしたらいいのにね。ミサイル。やっぱシンプルにね。そういうことが大事ですよね。ミサイルばっかあたないで。うん。楽しいこと。はい。例えば。飲みに行ったり。そうそうそう。詳細を、アコさん。はい。 北朝鮮ミサイル太平洋に落下か、うん、予告なく上空通過は極めて異例、うん、北朝鮮が発射の方向を予告しないまま日本の上空を通過する弾道ミサイルを発射するのは極めて異例で防衛省が分析を進めています、うん、北朝鮮は去年2月北朝鮮北西部のトンチャンリから 弾道ミサイルを発射しミサイルは沖縄県の先…なんて読むんですか先島先島諸島,諸島付近の上空を通過したと推定されています、うん、はいえーとですねこれあの J アラートというのがあるんですけどそれが、えー、出されたということですただそのまあ J アラートによるとミサイルは午前6時6分頃に来た 北海道上空を通過し12分頃6時12分頃ろえりも岬の、えー、東方沖、東方沖で、えー、落下ということですね。えー、っと、まあ、被害はないという、今のところですね、被害の,この状況ないということなんですが、まあまあ、もしですね、じゃあ、この J アラートによって、このミサイルが飛んできた場合、阿さん、どうすればいいですかね。 はい、どうすればいいと思います。隠れる隠れるはい。どこに安全な場所に <laughs> 安全な場所どこですか？<れ>安全な場所はこれ呼んでいいんですか？あ、どうぞどうぞあるんですか？これ調べたんですよ。えらい呼 <laughs> んでください。外にいる屋外にいる場合は、できる限り上顎頑丈な。建物や地下に避難する。うん、建物がない場合は物陰や身に身を隠すか。 地面に伏せて頭部を守る、うん、でこんうち、ん、屋内に、ね、いる場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動する<う>で車内にいる場合は車は引火する恐れがあるので車を止めて丈夫な建物や地下に避難する、うん、だそうですただね丈夫な建物っつってもね。うん それがどこやねんっていう話ですから。そうですね。やはりに、ね、普段からそういうのを知っておくっていうのは大事ですね。うんこの FM 座は丈夫だと思いますか？丈夫じゃなさそう。ですね。はい。はい、<laughs> という感じで、はい。はい。調べておくことが大事かなと思います。はい。ただね、このミサイル、えー、発射してですね、このアラートが鳴るまで結局10分ぐらいかかってるんですけど。うーん。 その10分とかの間でこの逃げれるのかっていうのはまたね大変なことですがまあこれを知っておくだけでも初動が変わると思いますのでぜひ皆さん気をつけましょうさあ今日はですねえ素敵なゲストさんに来ていただいております台風対策のスペシャリスト台風対策ではないねえまあまあまあ,あの台風に関するお知らせえありますので。 CM の後ゲストさん登場していただきますので皆さんお楽しみにさあ、えーうん、FM コザーセーフティーラジオあなたの生活に安心をこの後10時半まで生放送でお送りしていきますので皆さん最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは CM じゃあ自己紹介から宮原さん 行きましょうね後で,いいであ振りますので 遅刻は10時6分になりました。お送りしているのは FM コザセーフティラジオ「あなたの生活に安心を」です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761‐FM コザ .jp761‐FM .jp761‐FM コザ j p アットマーク FM コザ何ですか何ですか <laughs> もう一回はい。七六一アットマーク FM コザ .jp ですまた FM コザでは YouStream とツイキャスで映像と音声を配信しています、はい、FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいはい。気軽にコメントくださいねよろしくお願いしますさあえー、議員のトロンボーンさんから来てますよえー、山内さんアッコさん頑張れ ゲストさんおはようございます。おはようございますって来てますね。はいえー、早速じゃあゲストさんに自己紹介していただきましょう。宮平さんよろしくお願いします。はいえー、こんにちは。沖縄電力総務部広報グループの宮平と申します。いい声ですね。ありがとうございます。<laughs> アナウンサーみたいな声ですね。営業用です。はい、営業用。はい、なるほど、えー。沖縄電力の広報、今部。 広報グループから来ていただきました宮平さんですが、まあ、僕の高校の同級生ということで実<は>ちょっとお気軽に声をかけさせていただいたんですけれども、はい、ありがとうございますあのやっぱり、ね、その台風シーズンとなれば停電とかが結構気になるので、はい、今回はまあ台風対策からその、えー、沖縄電力の,その停電の取り組みとかね、はい、そういったこともいろいろとお話伺っていきたいなと思うんですが。はい まずはこの台風対策についてお話ししていただきたいんですけども、はいいいですか、はいいいですかあ、えーっとまあ、沖縄電力では、はいえー、台風の事前対策というのは、うん、あの結構力を入れて取り組んでまして、そうそう、本当ですね。過去にに広範囲にわたって 長時間の停電がまあ発生した台風、停電の,この実績など、ですねまあそういった経験を踏まえて、この社内において、台風検討会というあのえまあ対策会議を立ち上げて、その中であの対策を取りまとめて、順次、実施してます。まますあ素晴らしいそして、はいそて、えー、台風にこのえ起因する停電というのが、ですねほとんどが飛来物、あと樹木の接触というものが原因となっています、はい。うん この平井物というのはこのビニールハウスとかですね、はい、まあトタン、看板、まあ、一般のご家庭からですとあのバケツとか傘<う>植木とかプランターなどありますねはははこういった外に置きっぱなしのものがですね飛んできて,でてで電線に絡みついてまあ停電が起きるというようなことがあの一般的な原因になります。なるほどさん知ってましたか 知らなかったですね<え>。はい、意外と知られてないんですよね。そうですねえ。だからまあ電力沖縄電力さんでは、そのそういった対策の告知を結構ねやられてますが、はい、他にありますか？ そうですねあの,、うん、他の事前対策といいますと、この、まあ、設備の順守点検というのは、まあ、常日頃行っているんですが、台、ま、風、あはい、シーズンは特にですね、うん、そういったあの停電の原因になりやすいところ、まあ、あの早期に特定するために、はい、この設備順守方法の改善に向けた検討とかを行ったりですね、はい、またあの自治体とかと協力しまして、うん、この樹木の伐採とか飛来物に低減に向けた取り組みというのを強化しています、えー、樹木の伐採もするんですね。 あれですかやっぱり木が風にこう揺らされて煽られて、その電線に、うん、まあくっついちゃうと、まあ、それが原因で停電が起きてしまうだからあれですね、やっぱりあの皆さんの近くのこの成長しすぎてる木とかね、はい、なんか引っかかってる木とかは、自治体に言う,かでのに言うかこちらの方でもあのお客様と調整して、木を切らせていただくということもありますので。 なるほど。で、施設の巡視も強化するということですね。はい、なるほど。そして。えっと、あとは設備面の対策ですね。はい。具体的には、この電線というのは、あの、通常ビニールで覆われているんですけれども。まあ、その。このお、お、え、わ、ー、大手理被覆をですね、まあ、強化した耐摩耗電線。というのがあるんですけれども。はいはい、まあ、その他にも、この風の抵抗を受けにくい。形をした、あの、て。 風圧電線というものの取り替えなどの電線の強化を行っています、うんうん、またそのほかにもこの電柱などにですねこの補助の柱をつけたり、視線の取り付けというのをまあ強化するなど、電柱そのものがこの連続倒壊、ほとんどないんですけれども、そういったことをしないように、あらかじめ電柱そのものを強化するというような取り組みも行っています。かかどっかでありましたよね そうですね、まあ、都とか石垣とかだとあ,のあれも基本的に飛来物なんですけど飛来、まあ、物が引っかかって風の圧を受けて、うんまあ、その圧がもだんだん強くなるともう電線が倒れてしまって、まあ、それに引っ張られて他の電線も、うん、電柱ですねも倒れてしまうというようなこともあるんですが、まあ、離島の方だと言えば風が強いというのと、うん、あと飛来物が多いということからあるんですが沖縄本当では最近はあまり見られないですけどね。なななかなかないですけども<え>、はい こんな、あのー、なんていうんですかね、大麻も電線と、はい、いうのがあるって知ってましたか、あこさん全然わかんない、大麻もって何みたいな、<laughs> うん、聞いてください、宮廣さん。摩擦の影響が、まああのー、受けにくいというんですかね、まあ、ちょっと私もあまり説明できないんですけど、<laughs> はいまあ、強い電線ですね、はい、平たく言うと。<laughs> いいですねこの要すねね要るに、ね 強い電線です。本当に。はい。わ、はい、かりましたか。はい。はい。ええー、そして停電に対する取り組み。そうですね。はい、えっと、あの、まあ、実際にこの台風が、うん、まあ、襲来した時の、まあ、停電っていうのは、まあ、どうしても起きてしまいますので。はい,は,いはい。まあ、その際に、あの、まあ、一刻でも早く、まあ、早急するために、うん、あの、さまざまな対策というのを実施しています。はい。えっと、また、あの。 台風がですね。まあ、事前にもう起きてまあ、沖縄ま本島だったり、離島だったりまあ、襲来が予測される場合にはですね。この災害対策本部というあの本部を設置しまして、まその中であの様々な対策というのを検討して行っております。まあ,あの具体的にはですね。あのまあ各、各、はい、えっとまあ視点。まあ、えっとま口座。 FM 小田さんの館内だとマ支店があるんですけどまあそういった支店のところ対策要員をですねあのまあこれ夜間、休日問わずですねまあ事前に配置したりまあそういったいつでもあの出ていけるような体制を整えたりですねあとまあ離島だとあのまあ船が出なくなったりしますのでまあ事前にもう台風が来るぞという事前にも。 復旧要員を先送り船で渡すとかですね飛行機で渡すとかそういったこともしてますね実際停電が起きますと風雨が強い間というのはの二次災害の恐れがあるので簡単に復旧作業に出ていけないということもあるんですけれどもそのはあは遠隔操作でシステムを使って遠隔操作で復旧をしたりですねそういったことも行ってますしまた 陸上自衛隊とかですね、うん、まああの沖縄総合事務局さんとこの災害時の連携に関する協定というのを締結してまして、はい、あの、まあ、自衛隊のヘリですね、うん、さんを使ってあ、自衛隊さんのヘリを使ってこの復旧要員とかまあ資機材を運ぶと離島の方にですね、そういったこともやっています。あ,あ、締結していると。と、はい。あ、すごいですね。あのー、あれですか。えっとね、そのなんていうかな、なんだっけ。えー ね、復旧この遠隔でできるっていう話ですけど、はいえー、遠隔でできるもんなんですかそうですねあのまあちょっとテクニカルな話になるのでコンピューターでああのまあ開閉器というこのスイッチまあ電気電線が通るあ電気が通る通らないっていうのまずうん、うん、あのっていうのは電線の上にあるこの開閉器というスイッチで制御してるんですけれども、えー、それはあの切ったり入れたりですねまあちょっと ルートを迂回させて送電するとかですねあこの切れてるところすでとかっていうようなやり方いろんなやり方があるんですがちょっと技術的な話になるので撮影、はいね、したいと思います、はい、ね、素晴らしいこういう、ね、細かいことちょっと分からないのでね普通の人たちねもう皆さんねこういうなんていうかな努力をしてるんだよということですね。うんはい、そして 災害時において気をつけることはでですすかそうですね、はいえっと、これはあのこちらからのまあお願いにはなるんですけれども、うん、あの先ほど言った通りこり台風に起因する停電というのがほとんどが飛来物樹木、まあ、接触というのが原因になりますので台風が襲来前にですね、はい、まあ天気予報で、まあ、3日後に来るぞとか2日後に来るぞというのが分かった状態ではビニールハウスの補修とか固定をまあ撤去、うん していただくと思うにですね。はい、あのご家庭の方でもこのベランダにね、あのバケツとか傘とか飛びやすいものを置いてると思うんですけれども、うん、そういったなあの飛んでいくとまあ人とかガラスとかに当たってまあ危ないっていうのもありますし、うん、まあ,あの被災物低減という観点からですね、ます、あ、みやかに撤去していただくようにあのお願いしたいと思います。なるほど。どうですか、アコさん。うん。撤去してます。ベランダ。ありがとうございます。はい。綺麗。綺麗。お。<laughs> やりますねだんだん防災ガールに近づいてきましたね。はい、<laughs> さすすがですね <laughs>、はい、また、あ、そのほかにもですね台風停電の時にですね。このブレーカー、はい、治るとあの案外ついたりとかそういったこともありますので日頃からブレーカーの場所確認してあ操作方法などですねご家族で。 あの話し合っていただけるとまあよろしいかなと思います。一時的に落ちてる場合があるっていうことですか？そうですねはいブレーカーが原因で落ちることもありますのであの悲しも台風まあ自分の家が台風で止まってるぞと思った時にブレーカー一応やってみ案外治ってみるはいそうですねはいというのもあるのでまあの場所とかですね操作方法についてあの事前にまあ予習しておくとよろしいかなと思います。大事ですねはいあこさん。 あもう1点だけいいですかすいませんあの、災害時の注意点です、ね、あのはい、垂れ下がった電線、うん、あと電線に絡みついたビニールとかですね被来物、触るとあの非常に危険ですので発見した場合には絶対に触らずにあの速やかにあの当社のコールセンターまでご連絡いただければと思います。ねあのー、好奇心で触ったらもう大変ですからやめてくださいね、あのー、ブレーカーの位置、あこさん分かりますか自分のの家かるんですけど、うん、こんなに下が,下がっちゃうんですか そうですね。あげれば、はい、いいんですか？そうですね。はい、まあ、これもあのいろいろ操作方法があるんで、えっと。この沖縄電力のホームページの方でも紹介してますので、はい、そちらもご覧ください。見てみます。はいね、切ったり入れたりしてみたらいいですよ。そうですね。はい、停電になったらね。はい、はい、えーっとですね。リスナーさんから質問来てますよ。銀太郎さん、電線の張り替え工事をよく見ますが、電線の対応年数ってどれくらいですか？ はいえー、電線の耐用年数はですね、はい、すいません、あとでお調べして回答したいと思います。大体 <laughs>、えー、そうですね、いどれ、いや <laughs> すみませんあの、確かなこと、不確かなことがあの申し上げられないので、後ほどあの山内さんに回答しますので、伝えておきます。はいす、はい、えー、っとですねはい 言っていいかなこれも銀ロさん家に来ているか、えー、電線は末端なので電線のループ回線になってないから台風が来るたびに短くて2日今まで最高停電期間は5日だったということで、えー、ちょっと意味がわからないですね。 えっとそうですねあのご家庭にあの直接引き込まれているこれ引き込み線というんですけれどもはいこちらの線はですね先ほど言ったらこの迂回して送電とかっていうのができないもんですからはいあの直すのに時間がかかってしまうと今おっしゃってるようにあの2日とかですねまあ長くてっていうところであれですもんねえっと本当に風が収まってからじゃないと作業ができないっていうことですねそうですねはいあの大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません申し上げます。 あの努力してるんですから皆さん、うんもうあんまりね、ケンケンしないでくださいね <laughs> さあ、えー、続いて、停電時のこの情報提供について、いろいろと教えていただきたいんですけれども。はい、はい えっとまあ、停電が発生した際にはですね高圧配電線路といいまして、うん、この地域一帯の,あの、まあ、幅広い範囲で停電の影響がある、まあ、高圧配電線路の停電が発生してから解消するまで、はい、この報道機関の皆様に対してですね FM こださんにもそうですけれども1時間おきにですね、うん、停電地域やあの復旧見込みの情報 に関ししてて広報グルーーププの方からプレススリリースを実施しています、うん、またですねあの一般のお客様にもあのご確認いただけますようにです、ねまあ、いろいろなサービスを行っておりまして、はい、あのお客様の携帯電話やパソコンなどにですね、うん、この事前に登録いただいた E メールアドレスにですね台風時の停電情報をお知らせするサービス停電情報配信サービスというのもありますまたあのお客様のお手持ちの、まあ、パソコン、まあ、スマートフォン などで,ですね、この地、えー、停電状況、はい、の地図でご確認いただけるあの地図表示サービスというのをホームページで、うん、あの提供しておりますので、はい、はい、えー、っとご自宅の停電状況をご確認、えー、したい場合にはですね、あのホームページの方をご覧いただければと思います。あの僕らもですね台風来た時の放送でよく使わせてもらってます。ますこの情報はですね、えっ、ー、とまあまあ周辺の場合はもちろん言うんですけど、そのまあ 離島とかそういったところの停電情報も一応は言ってるんですよ、うん、非常にこれ、役に立ちますす、ねはい、あ,ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、見てみてください、はいえっと、その他にですねあのフェイスブック、沖縄電力のフェイスブックというのは、あの今年になってから始めまして、しその、はい、中でもですね、はい、あの当社の対応の状況とか、ですね、うん、まあコールセンターの連絡先。はい なかなかのお手元にないと思うのでパパッと検索していただいてまたフェイスブックをご覧いただいて、うん、あのそういった情報提供もしておりますので、はい、ぜひあのご覧ください。はいえー、そうですねフェイスブックが 新しくなったんですかそれと前からあの1月から開始しまして、今言ったような台風時の情報提供だけじゃなくて、ですね弊社のあ普段からやっている取り組みとか、あと先ほど言った素朴な疑問にお答えするような内容、電柱の上についてるのは何とか、ですねそういったものを紹介したりとか、あと野球部の紹介したりとか、ですねいろんなの普段なかなか発信できない情報というのも発信してますので、ぜひご覧いただければと思います。なるほど今日質問たくさん来ますよ さん、大丈夫ですかね、えー、サボさん、隣同士の家なのに停電中の家と電気がついている家があるけど、電線が違うのって来てますか？そうですね。はい、あのえー、っと電線はい。あの通ってる。このルート。まあ、うん、大元のルートが異なってる場合もあって。たまたま隣はあ,<ー>あの例えば a ルート。 はい、隣は B ルートという場合があってあの隣はついているけどうちは停電しているというような場合もありますしであの先ほどあのご質問にあったこの家に来ている電線電柱から直接家に来ている電線というのは、うん、あのこれ引き込み線というんですけれどい、これがあの切れているとあの停電してしまうので、うん、あと周りはついているけどあのご自宅だけ消えているという場合はこの引き込み線が切れている可能性も高いですね。ね そうですねでこの引き込み線というか切れている場合ですと、ね、沖縄電力の方ではです、ねうん、あの切れているかどうかという判断があのシステム上つながっていないのでできないものですから、はい、そちらについてあの早めにあのご連絡いただければと思いますなるほど、はい、例えばあのお年寄りの方が多いんですけれども、はいまあ、停電に、まある意味慣れていらっしゃるところもあるので、まあ、気付かずにまだ停電してるさという感じで我慢されている場合があるんですけど、うんまあ、実はもうこの治っていると。はい この,広域の停電地域この、さっき言ったその A ルートの停電はもう直ってるけど、そのお客様の引き込み線だけ切れているので、停電気づかないまま我慢してるというケースがありますので、ぜひあの近隣の,あの皆様でお声がけいただきながら、ですねあの切れてあのうちだけついていないという場合はコールセンターの方に、まずブレーカーも操作していただいてから、コールセンターの方にご連絡いただければと思います。ちいなみに、コールセンターの 電話番号あそうえっ、ー、とあのホームページの方でもご案内して、まあ、フェイスブックの方でご案内してるんですが、はい、FM 小田さんの館内ですとうるま支店の方になりますので、はい、えとこちら番号申し上げます。はい ですね、はい、こちらあの停電に関する、えー、停電や緊急のお問い合わせというのは24時間受け付けておりますので何かございましたらご連絡ください、はい、ぜひぜひ本当、あのー、ね周り見て我慢せずにまずは1回問い合わせしていただくというのもありですし、はいはい、ぜひぜひ皆さん、えー、ホームページあるいはフェイスブックそしてラジオも、ねあのー、活用ぜひしてください。 FM 小座でも、あのー、本当に毎時間、えー、暴風域に入ったら台風情報をお伝えしますのでぜひよろしくお願いします。さあ、えー、お時間となってきましたセーフティラジオですが宮原さん何か言い残したことありますかアピールしたいアピールしたいこと、はい、うんそうですねあの、先ほどから繰り返しになるんですけれども Facebook 立ち上げましたので。はいあのー お客様にとって役立つ情報を、ね、イベントだったりちょっとしたレシピだったりとかですね<ー>、まあ、そういったことも今後は取り上げていきたいと思っておりますのでぜひあのアクセスしていただいてですね、うん、あのたくさんのいいねをおお待ちしております、うん <laughs> はい、ぜひぜひ、はい、皆さん、いいねしてくださいね、本当に。はい、そしたらね割と情報も取りやすいですので停電になってもスマホは生きていたりしますので,です、ね、ぜひそちらからも、えー、情報取るようにしていただければと思います。 えー、今日はですね、沖縄電力広報グループから、えー、宮原さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、締めましょうか。はい。はい。どうぞ。f ム講座。あなたにあ、セーフティーラジオ、あなたの生活に安心を。今週は、えっ、ー、とー、な、はい。何 <laughs> <laughs> どうしたで、えっと、今週は宮平さんに来ていただきましたお相手は FM 風間あこと山内と宮平でしたはいそれでは皆さんまた来週 <laughs> さよならさよなら